高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあということで始まりましたトラブルメーカーでございますけども、今回はですね、982回目ということで、1000回までは10あと8回ですかね、ということでございます。これそろそろなんかカウントダウンしつついくと、なんかドキドキ感が高まるんじゃないですか。1000回ってすごいですよ皆さん、本当にね、皆さんのおかげですね、ありがとうございます。さあそんなコーナーでですね、そんなトラブルメーカー、今週がですね、実は2023年に入りまして初のね収録ということで、もうね14日15日とかですよ、もう月もね1月も真ん中に来ましてね、そんなところでもうね、今年ね、我が事務所ね、はですね、まあ、ちょっと長めに休ませましょうみたいな感じでね、社長とそんな話になりまして、休んでいただきましょうというところで、だからなんかね本当はいろいろ連絡したいこともあったんですけど、そうするとなんか連絡したいことあったのに、なんかまだみんな休んでるからなって思いながら、ちょっとこう連絡を遠慮するっていうねそんなこう年明け、なんかもうね、ほらもうさ、いろいろやりたいこととかあったりとかさ、なんかね時間がないことが多いから、これ真ん中ぐらいまで来ちゃうとさ、もうさ1月中のことはもう間に合わないわけよ。だからさっさとこう早いところ連絡したいなみたいなのもあったんだけど、それね、なかなかこう遠慮するっていう年明けをちょっと迎えておりましたけどねそんなこんなでございますということで、行ってみたいと思います。今週のチョロ、はい、この方はどんな感じでございましたでしょうか。寒い日が続いておりまして、チョロタンは毎回こう、うちのね可愛い猫でございますけども、一緒に、とにかく一緒に寝るという感じが、なんかね、もうなんか夏あんなにツンケンじゃないけど一つも寄ってこないのに、冬こんなにベタベタなのねっていう、この感じがたまらなくてですね、毎週のようにこんな話ばっかりで申し訳ないんですけど、今回ね新しいパターンがありまして、腕にしがみつきながらこう寝てるんですけど、なんとなくねこう腕の上にこう乗っかって寝るんだけども、その俺がこう手を、なんだ、左手の上に、だいたい左手を出してその上に寝てるんだけど、で僕はこの右手をどこに置こうかなっていうね、腕の上にはチョロがいて、でこうなんていうのかな、横向きで寝たりとか仰向けに寝た時に、こう右手の所在が、自分の所在がちょっと邪魔になるというか、どこに置こうかみたいな、でこう自分の、力こぶの打てる二の腕のあたりにね、こう自分の手を置いたわけですよ。そしたらその手の上にチョロがスッと、その手の上にチョロがスッと手を乗っけてきまして、でね、そのね両手で小指をキュッて、肉球でキューですよ。そしたら俺の心もキューですよ、もうもう、あー最高、小指にそっと絡めてねっていうね、絡めてねは寝るのねね、感じね、絡めてねっていうね、そういう感じでですね、もうデレデレの顔して僕は寝てます。あたまらんって思いながら寝ておりますけどね。はい、というところで高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいっちゃよー。それでは普通のお便りご紹介してまいりたいと思います。やっとね時間軸が普通のところに戻ってきたトラメカでございますので、そうとはいえその間のね、お休みの間も皆さんからはたくさんのメールいただいておりましてね、ありがとうございました。あ、この時期はみんなこんなだったのねっていうのをね、ちょっと振り返りつつね、あの時の俺はみたいなことをね、ちょっと思いながらね、ちょっと読ませていただきましたけども、まずはこちらの、メールからご紹介したいと思います。新潟県のライムからいただきました、ありがとうございます。なおにうけんさん、トラボーって、はいトラボー。年が明けて一日のお昼は定番のお餅、私は2つしか食べなかったけど、なお兄は何個食べました？もう一つ我が家で、話題になるのが初夢。これは何日に見た夢が初夢になるのか必ず調べますが、我が家では1日に見た夢を初夢にしています。なるほど、
私は残念ながら覚えてなかったのか見てなかったのか初夢がありませんでした。なお兄は鷹がナス加えて富士山の前を飛ぶ夢は無理だったようですが、初夢見ましたかってね、これねちょっと皆さんから結構多かったんですけどもね、年始めから賑やかな我が家、いい一年になりますように。なお兄もお体に気をつけていい一年にしましょう。 PS チョロちゃんとのツーショットとても可愛かったですといただきました。ありがとうございます。そうですね、お正月皆さんどんなお正月でしたか。いろいろね皆さんからねメールいただいてたんで、なかなかこうねそれぞれ素敵なお正月を過ごしていたんだななんて思いつつですね、私はですね基本は私は仕事をしておりました。ずっとね年末もそうですし、年明けて、2日間だけですね東京の家族のお家にお邪魔しましてですね、まあここのとこねずっと恒例みたいになっておりますけども、東京の家族に行ってですね、まあ1日2日ずーっと食べっぱなし飲みっぱなし、ここのところの節制どうしたみたいな感じのね、そんなの草くらいみたいな感じでバンバン美味しいものが出てくるので、それからね年末に言ってましたけど後藤祐二ね、長笠井のごっさんのね、祐二のおせち湯よりもやっぱね三段重で持ってきてくれましてね、三段重ねのお重でわー豪華なやつですよ。それと東京家族のおせちとダブルでね、いただきましたんで、もうね箸が止まりませんよ。普段我慢してる分ね、まあ食う、本当にご飯なんかいつも 150g ぐらいしか食ってないのに、赤飯なんかねもうなんていうの、どんぐらい食べたんだろう、お茶碗で6杯分ぐらい食ったんじゃないかな多分。俺ね本当に食べるからね、ただし2日目はですね結構な2日用になりまして、お酒も全然飲んでいなかったので、なんかね2日の日いきなりあれだったんですよ、頭ガンガン痛くて朝からで夕方までずっとガンガンで、もうねロキソニンとかもらって飲んだんだけど全然効かなくて、でねもうみんなは飲み始めたりとか お父ちゃんとか飲み始めたりとかしてたんだけど、俺はちょっとうーんって付き合い悪いなって思われるかなって思いつつもちょっとね飲めなかったので、ずっと2日目は水っていうね感じでございましたよ。俺でもね筋トレは続けてたっていうね偉い感じでございましたよ。一つ皆さんになんていうんだっけ、謝罪しましょうかね年末に10キロ痩せたみたいに言いましたけど、お正月で2キロ戻ったんで今8キロぐらいですだからねガンって一番下がったところで10キロなので、だいたい平均するとまあ8キロぐらいしか痩せてないんだろうなって感じでございます。まあ8キロでもすごいかなっては思うんですけど、まあそんな感じでね、訂正して謝罪いたしたいと思います。すいませんでした本当にね謝ることでもないかもしれませんけどもね、なんかねちょっと嘘つくのも嫌だなと思ってたんで、まあねでもいやって言いつつですよ、あんだけの量食べてこんなぐらいのなんかリバウンドっていうの、なんかねこんなもんです2キロぐらいですからよかったなってちょっと思ったりとかしましたけども、まあそんな中ね家に帰ってきてからですね、まあチョロタン2日間まるまる寂しかっただろうなと思いながらダラダラベタベタしてチョロタンとの過ごすねお正月も楽しく、そしてですねもう去年2022年がですねちっとも進まなかった、いろいろ自分のやりたかった仕事をですねやりたかったことをですねギューッとこうパソコンに向かいながらやってたっていう感じでございましてね、で朝方はですね駅伝を見たりとかして、やっぱ駅伝なんか盛り上がるなみたいな、今年もすごいドラマチックだったなみたいな、そんなのですごい盛り上がったりとかして、大丈夫ですかこんな私のお正月もう2週間も過ぎたのにこんな話ね、聞かれるとねどんなことやってたかってちょっと話したくなるんですけども、で何だろう、いつも使ってるスマホのアプリがあるんですけども色味とかやるやつね、そのアプリでなんかね課金しろみたいなのがあって、あれアップデートかなんかかなと思って、もともと有料でやってるやつなのでお絵描きとかするやつなんですけど、そのアプリでなんかなんか課金しろみたいなのがあったんで、あれって思って、またかって思って課金をしたんですけど、そしたらちょっとわけわかんない微妙な直澄の写真が50枚ぐらい届きまして、よく見たら AI でアバター作るっていうやつだったみたいでやらなくてもいいやつって思いながら、なんだっけジョニーデップじゃなくてなんだっけ、なんかねジャック・スパローでしたっけ、なんかねかっこいい外国の俳優さんみたいな俺とかハリー・ポッターみたいな俺とかアバターつってもこれどこで使うんだよみたいな、そんなのこうし
そんなお正月お金が出てったぞっていうね、なんかね、せっかく節電とかしてんのになんかそこで380円使っちゃったよみたいな、ちょっとねそんなお正月でありつつ、10億円当たるかなと思っていたジャンボ宝くじはですね、3300円分購入したんですけども、3300円当たってプラマイゼロという結果でございましたね。えだけどなんかね、うちの周りの人たちが結構な当たりを出しておりまして、あ、俺の周りのなんかこういい運気っていうかね、その当たってるぞっていう雰囲気がまだまだ今年も続くんじゃないかな、あ、今年もいい年になりそうだななんていうふうに思いながらね、さっきね打ち合わせをしていたわけでございますけどもね。えで、あ、もう一個お正月で良かったなって思うのがですね、ビエネッタってアイスご存知皆さん。ビエネッタ、こうなみなみなみってなったアイスクリームで、そうだな、20センチないか18センチの6センチぐらいの厚みのこう羊羹みたいなでっかいアイスクリーム、チョコがこうパリパリってしてるやつなんですけど、ちょっとお高い高級みたいな感じのね大きいやつなんですけど、あれねずっと食べたいなと思ってて、ついにお正月全部食ってやりましたよ。あれ1本800キロカロリー、900ぐらいかなカロリーね、もうここまで来たら食っちまえばやろうって思いながら、いや美味しかったですねこれね。ただなんかね、最初ね一応こう半分に切って4分の1ぐらいずつ食べようと思って、でこうねお皿に持って食べたりとかしてたんですよ。そしたらそのなんていうのかな、その包丁で切るのもめんどくさいし、でお皿汚れるのもめんどくさいしって思って、残り全部こうそのままバーッとこう食っちまうっていうですね、そんな感じでございましたよ。で一つ思ったのが、それと似てるもので、パリパリアイスバーっていうのがありまして、ファミリーパックとかでね8本ぐらい入ってるんだけど、あれとねやっぱりね、ちょっと食感が似てるんですよ、チョコレートのパリパリが。で包丁で切ったりとかそれがない分、あ、もうあれも買ったんですけど、ビエネッタと合わせて、俺ねどっちにしろあると全部食べちゃうみたい皿とかなくて便利だなって思って、でちっちゃいじゃない、でほらなんか先週のねトラメカク会でもあったけど、ちょっとだからいいじゃないって言って結局大量に食べて元取るっていうか、元我慢したものを追い越す分量で食べちゃうっていうねそんなお正月だなっていう風に思いましたよ。そんな中、私食品ロスが出ないようにと思いましていたところをですね、こうね大掃除ちょっとあまりできてなかったんで、こう棚の奥とか見たらですね、結構賞味期限切れのものがたくさん乾燥した野菜とか出てきましてね、あーこれまだあったかーと思ってね、なんか年明け早々それを全部使って食べてみようっていうことで、まずねこうなんかこう煮物にしてみたり、お味噌汁にしてみたり、そのあとはカレーにしてみたりとかしてね、いろいろ食べてみて、すごく栄養のあるものができてですね、今はもうね煮詰まってあとちょっとカレーがあるんですけども、これねどんどんねいろんなもの足しちゃうのよね、だから減らないのこれで、あ、今日はちょっとじゃあちょい足しで何山芋入れてみようかなとか、今日しめじいいでよみたいなことやってると、なんかね元通りになるのよ。なんだろう、減らないのかな、なんかドラえもんの道具かなんか入ってるのかなって思うぐらい全然減らなくてですね、いやもうこれ一生ずっと俺カレー食えんじゃないって思うぐらい今ね楽しくカレーを食べてる最中でございます。はい、さあ怒涛のようにお正月のこんな直住の過ごし方をお知らせしてみましたけども、いかがでしたでしょうか。さあということでね、次のお便りご紹介しようかな。こちらで群馬県のアチョーからいただきました。はい、トラボー、本年もよろしくお願い申し上げます。トラメカ981回、和んだ上に皆さんの句受けまくりました。直住さんの句が2句聞けてよかったです。今年の漢字1文字、直住さんは集めるという漢字なのですね。週、私は書とも悩みましたが、今年の漢字1文字を表すと週ということで同じですね。漢字の読み方がなんと直澄さんがおっしゃっていた週と一緒になります。漢字の書き方は領収書や、収納の週です。なるほど、収穫や収入だったり自分や周りの方たちのあらゆる悩みのことがまとめていい方向に収まったらいいなとか、コロナとか、ロシアとウクライナの戦争が収まったらいいなとも願いを込めて、今年の漢字一文字週に決めましたということでね、トラメカのリスナーの皆さんの今年漢字一文字が気になりますって言ってますね。そうですか、よかったらね皆さんのこの漢字一文字もちょっと聞いてみたいなみたいなね、今年どんな漢字
を目指してね、1年2023年過ごすかなみたいなのね、聞いてみてもいいかもしれませんね。さあということでですね、今年のお正月何が一番良かったかっていうかね、年末年始といいますか、トラメカがですよ、もう年が変わる寸前まで皆さんとこうね会話するように、僕もツイッターとかでちょっとつぶやきながら聞いてたんですけども、なんかあとみんなのリアクション聞きながらやってると、なんかまるで大晦日を一緒に過ごしてるようなそんな感覚でね、で年明けちょっと僕は頭に二日酔いみたいになっちゃったんで、時間ちょっとダウンしてまして申し訳ないなと思いましたけども、でもね皆さんとね、なんか年末年始一緒に過ごせたようなね、そんな感じがすごくして嬉しかったですね。ほんで年明けてからすぐね、満月が来て、あーなんかいい年明けだなっていう風に思いました。ということでですね、リクエストいただきました、神奈川県のピーターパンダからですね、新年最初の満月ウルフムーン綺麗でしたね、月が綺麗で仕事終わりに眺めながら帰りました。月を見るといつも自分の中で流れている曲はこの曲で、ずっとずっと大好きな曲の一つです、ということでね、ピュアにリクエストいただきました。去年のライブのことも思い出しますね、ということでお届けしましょう。高橋なおすみ、ピュア。今夜は月が綺麗だね、君の涙に映り輝いているの、話をしよう、君が眠りの森に誘われるまで、出会った頃の幼い僕らは悩みなんて一つもなく、明日を疑いばしなかった。誰だって大人になり、一つ二つ痛み知って、そうやって優しさや愛することを覚えてく。二人がここにいる意味はまだわからない、方南組企画公演朗読劇お散歩2023、1月28日から2月5日まで俳優座劇場にて開催。私高橋直澄は1月30日14時からのあの空を、そして2月1日15時からの悪は九条のママ友に出演します。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。待ってるよ。危なうねか、行くぜ。シュート、イエーイ、明けましておめでとうだぜ。ということで、このコーナーはリスナーから寄せられましたそれぞれのお悩みを、私アブナオデカが解決に向けていくぜなコーナーでございます。さあ今年もアブナオよろしくお願いするぜ。俺はね、古いタイプの人間なんで、お正月はワイハーで、ウキウキワイキキしてきたぜ。ずっとやっぱね、サングラスといえばね、はい、ワイハイワイハーワイハーでワイワイワイハーでワイワイ、今日は日本帰ってきて寒くてびっくりしたぜ風邪ひかないようにしなきゃいけないぜ。ということで、早速最初のお悩みいくぜ今年も調子悪そうだな秋田県秋田市みちゃんこらりからいただいたお悩みいくぜ。アブナーさん、トラボーです。はい、トラボー。私はよくズボンのお尻のポケットにスマホや鍵などを入れる癖があるのですが、たまにお尻のポケットがないズボンを履くと、スマホなどをしまおうとするとき、あれ、ないポケット、ないないと、はたから見ればめちゃめちゃお尻をまさくってる変な人になってしまうことにすごく悩んでます。
ポケットがないことに気づいて何もなかったようにスンとなるものの、心の中では恥ずかしいとニマニマしそうになるのを抑えています。人前でお尻をまさぐってしまった時にうまくごまかすにはどうしたらいいですかっていただきました。いやーそうっすか、これまあよくあるっちゃある話ですよね。まして女性のやつとか、ほらなんかスリムなんちゃらパンツみたいなやつとかね、ポケットついてないやつ、僕も僕じゃないや、なおずみ、僕言ってるわなおずみさんもたまにそれ履いてないって言ってますけどね。やつ、そういうやつってさ、ポケットが浅くてさ、ずれって落ちたりするでしょ、パンツね。いやーこれ困りますよね。さっきディレクターに聞いてみたらですね、アスリートみたいに膝とか曲げて、なんか今ストレッチ中なんすよみたいな顔したらどうすかって言ってました。いいですねいいですねじゃあそれでお願いします。いやいやいや違うだろ、 OK OK、 まあ OK なんですけど、じゃあですね、じゃあこう歌ってごまかす。お尻まさがりまさかり、お尻まさぐり虫、お尻まさぐり虫、次行ってみよう横浜市稽古からのお悩み行くぜトラボー、はい、トラボー、プリントする時のサイズがややこしくて困ってます。ピッと設定してシューッと出てきたらでかとか小さとか A とか B とか3とか4とか5とかの組み合わせが覚えられなくて、一層のこと大中小にしてほしいです、助けてーっていただきました。なるほど、これめちゃくちゃわかります。コピー機とかですよね、紙のサイズが A4 とか A5 とか A3 とか大きいやつがあったりとかね、これ確かに分かりにくいんですよ。これ本当に俺がね、本当に、昔からね、これね、コピー俺よくね、自分でパンフレットみたいなのコピー機でよく作ってたりとか、あとは直澄さんとかも ASR とかね、小森真奈美さんのユニットの時に ASR ペーパーって解放みたいなの作って、それ全部コンビニのコピー機とかで全部直澄さん作ってたみたいだけど、あん時とかもね、めちゃめちゃね、なんか大きくなりすぎたりちっちゃくなりすぎたりね、あれね、もうこのご時世なんで俺ちょっとね、プレビューとかつけないのはなんでだろうって思うんですよ。プレビューってなんかこう、このぐらいにやったら画面の中で紙このぐらいのサイズでこんぐらいにコピーされますよってさ、パソコンとかだったらプリントアウトの時出てくんじゃん。あれね、あんだけコピー機大きいんだからそろそろつけられると思うんだよね。あれつけてないのなんか理由あると思わない？なんかさ、なんか金の匂いしね、なんかこう失敗させてインクいっぱい使わせてやろうとか、紙もっとほら使え使えって、なんかそういうなんか聞こえてくるような感じがするんで、これ俺検挙しに行きたいと思います逮捕だぜ逮捕。 OK ということで、皆様たくさんのお便りありがとうございました。ということでね、帰りたいと思います。今年もうちょっと頑張ろうね、危ないね。ということで帰るぜトゥー。はい、皆さん本当にありがとうございます。さあ、リクエストいただいたのでご紹介したいと思います。東京都のヒロからいただきました。1000回を超える年、すごいことですね。その日を楽しみに応援しております。私は四半世紀以上付き合ってる大切な親友がいます。結婚後彼女はアメリカ在住となり、このご時世で会えなくなってしまいました。そんな中、年明け早々に4年ぶりに春に帰国するというとても嬉しい連絡が届きました。直澄さんのコントレール結露の足跡は大好きな曲の一つなのですが、聴くたびに彼女を思い出し、コントレールを見ると頭の中にこの曲と直澄さんの歌声が流れて思いを馳せていました。ね、リクエストいただきました。それではお届けしたいと思います。アルバムジャイバンドジュークより、高橋直澄、コントレール結露の足跡。少し元気のない夜に連れ出してくれたあいつに溜め込んでいた涙崩れて落ちた。散々口にくらまいて噛みついた挙句に説教、わずかに残る記憶、そりゃもうひどい。最悪な姿さらけ出しても、ダメじゃない、そう信じ続けてくれ。
最後は高橋直澄の気になっていることや独り言を聞いていただく天体観測のコーナーをコントレールに乗せていきたいと思いますけども、ねえ、そういった親友がいる、いいことですよね。このコントレールね、親友との歌みたいなところで作っていたところもあるんですけども、このね、親友何人かいらっしゃいますね。僕もね、こう何でも喋るよみたいな人が本当にね多くはないんですけども、なんかねいるっていうのがねありがたいなっていうふうに思うんですけど、まあね、昔はね本当にもう喧嘩ばっかりしてたりとかね、それでもそれこそ四半世紀近く一緒にいたりとかもしてるんですけども、まあね、どんなことがあっても、何があっても、どんな自分であっても味方でいてくれるっていうところはね本当にありがたいですし、その分かってもらえる人がいる、そういう人がいてくれるってことが本当にねありがたいし宝物だなっていうふうに思いますね。で、まあね、トラメカももうすぐ1000回ということで、いろんな人が聞いてくれて、でいろんな人がねそばにこうやってね一緒にいてくれて、それでね紡いできた1000回なので、でね、まあ、そのいろんな人がね、なんか忙しくなったりとか、いなくなって聞かなくなったなんて人もまたたまに帰ってきたりとか、それでもねここでずっと変わらずにこういられるってことはね本当にすごいことでね、皆さんのおかげだなというふうに思います。いよいよカウントダウンに入ってきたような感じもありますけどもね、皆さんとコントレールのような足跡を残しつつ頑張っていきたいなというふうに思います。ということで天体観測のコーナーでした。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。もうすぐ近づいてきましたね、法南組企画公演朗読劇2023お散歩に出演させていただきます。俳優座劇場にて1月28日土曜日から2月5日日曜日の公演期間内、私高橋直澄は1月30日月曜日あの空を、そして2月1日水曜日アクア九条のママ友に出演させていただきますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなというふうに思いますので、ぜひ法南組ね公式ホームページまたはオフィシャルホームページ見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、番組では普通のトラメ、番組の感想リクエストをメールでどしどしお待ちしております。現在募集中のジュージュージューシーズのお題は寒いほどうまい、そして一瞬でしたでございます。そしてライトなお悩みなら俺にくれ、今年こそバリバリかっこよくしたいぜというところで、ただいま絶賛パトロール中の危なおでかにも気軽に相談してみたいと思いますね。えなるべくキャラ固めていただきたいものですね、本当に。番組メールアドレスです。東海ラジオはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp、 岐阜ちゃんはトラメカアットマーク zf-web.com、東北放送はトラメカアットマーク 1260.jp、 高橋直澄のトラブルメーカー、それぞれの係までお待ちしております。ということでお時間が来ました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみ、せのまったねー。初めて出会ったあの場所がパッと開いた光、ひまわり透き通った青空。高橋直澄ニューアルバムジャイブ&ジューク好評発売中。最高のアルバムできたよ、大いに楽しもう。